NBC 岸優之介です。パーソナリティの古田沙織です。はい、始まりました、岸フルラジチューブ。このコーナーは YouTube を通じて長崎を活性化させようと活動している YouTuber の方をレギュラーゲストにして、動画 YouTuber としての活動、内容の掘り下げ、実践、体験などをラジオでお伝えいたします。今日の YouTuber はこの方です。こんにちは。こんにちは。もしもし。もしもし、はい、自己紹介をお願いします。はい、林田聡と言います。はい、よろしくお願いします。林田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。林田さんは何の YouTuber ですか？日常の生活をですね、普通に撮ってる YouTuber です。日常生活を普通に撮って、それ YouTuber として成り立つんですかね？じゃあ、どんなものを YouTuber、はい、まあ、動画としてアップされてるんですか？はい。そうですね、私、仕事がですね、カヤックとか、はい、写真家とかもやってるんですけど、カヤック行くんで、はい、カヤックとか。今も僕、無人島の方で、これ、はい、話してるんですけど。無人島で？はい。こういう日常を撮ってます。もうね、日常生活が非日常ですよね。はい。それ日常と言うんですか？僕の中では日常なんですね。なるほどね。はい、で、そもそもどうして YouTuber になろうと思われたんですか？そうですね。まあ、先ほど仕事も言いましたけど、うん、まあ、シーカヤックのガイド、九十九島をメインとしてますけど、ガイドをしたりとか、フォトグラファー、写真家としても活動したりはしてますし、はい、まあ、それを踏まえて旅行代理店の仕事とかもしてるんですよ。で、あちこち行ったらですね、やっぱりそこに感動があるんですよね。うん、美しい景色であったり、美味しい食べ物であったり、また人に出会ったりとかですね、うん、そういうことを、僕が感じた感動というのをみんなに共感してもらいたいなとか、うん、ですね、それを伝えたいなと思って YouTuber を目指そうと思いました。へー、面白い。今無人島で何されてたんですか？今朝食食べようかなと思って、はあ、今コーヒー沸かしてサンドイッチを食べようかしてるところで、はい、間に合わずに食べる前にこの放送に入ってしまいました。本当ですか？そんな時にすいませんでした。なんかそれはもちろんカヤックで自分で漕いで行って、うん、そうですね、カヤックで漕いで無人島まで行ってですね。一人乗りのカヤックですか？今日は一人乗りのカヤックで来てます。あ、今日はということは2人、うん、2、3人とかに乗るやつも？そうですね、お客様を連れて行くとき、ガイドとして連れて行くときには2人乗り程度連れて行ったりとか、みんなでチームを組んで行ったりとかしますので、ね、はい、無人島っていうことはガスも電気も来てない、自分で火起こしするって感じなんですか？今、文明の力がありまして、ガスバーナー持ってきてるんでですね。はい、そこで不便ではないです。なるほど。そこまでサバイバルな状況ではない。あ、そうなんですね。テーブルもいつもありますので、そんな感じですね。じゃあなんかおしゃれなグランピングみたいな雰囲気で。そうですね、贅沢だと思いますね。僕の日常は、こんな日常ということで。へえ、こんな日常を味わえないですよ、普通の人は。うん、普通じゃない。そうですよね。でも最近はどういったものアップされたんでしょうか？はい、うん、最近アップしたのはですね、コロナウイルス、新型コロナの件でやっぱり飲食店の方が大変だということで、コロナに負けるなということで、友達の飲食店を回って、はい、うん、テイクアウト特集を撮ったりとかしてアップしております。あ、そういったこともなさってるんですね。そうですね、やっぱり先話したちょっと人との感動とか人のつながりとかにやっぱり大事にしていきたいなと思ってたんで、そこら辺も少しでもお手伝いできたらっていう気持ちでやっております。へえ、なるほど。そこはフォトグラファーとして、もうビデオグラファーとしていい感じに撮ってまたアップされてるんでしょうね。そうですね、結構早く上げなきゃいけないと思って慌てて作ってはいますけど。なるほど、確かにもう本当早い方がいいですもんね、こういった情報はね。そうですね、またみんなが美味しいものを食べれるとか、うん、家にこもってばっかりだと嫌な感じになるんでね、テイクアウトでも持って帰ったらって気分でもね、変わればと思ってます。はい、へー、そういった YouTube の活用方法っていうのもあるんですね。うん、で、今日はですね、はい、番組宛てにメッセージもたくさんいただいていまして、はい、ラジオネーム、野口チューブ、野口たけしさんからです。ありがとうございます。はい。林田さん、ラジオ出演おめでとうございます。
一段落したら佐世保で日本酒を飲みましょうとメッセージ来てますね、うん、飲み仲間ですか。そうですね、長崎ユーチューバー会のつながりで、はいはい、勉強会をした時にちょっと野口さんとお話して、野口部の野口さんと話をして、まあ、日本酒の話も出たのも、ええ、佐世保のユーチューバーのなんかマチャルさん、あ、そうですね、はいはいはい、僕も友達なんで前から。あ、そうですか。そのね、マチャルさんからもメッセージ来てますよ、はい、日本酒 YouTuber、はいはい、マチャルさん、キシフルラジチューブの番組宛て、リンさんお疲れ様ですって来てますけど、みんなにリンさんって呼ばれてるんですね。あ、そうなんですよ、僕名字が林田なんで、はい、あだ名がずっとリンさんなんで、リンさん、はい、なるほど、新人のリンですね。リンさんって呼んでもらって、そうなんですよね。なるほど。で、あのメッセージの続きですけど、リンさんお疲れ様です、はい、初回の YouTube 勉強会から様変わりしていろいろなことが変わりましたね。 YouTube を通して何かこのタイミングだからこそできることを探していかなければならないなと思う今日この頃です。最近連絡取れなくて申し訳ないですが、二次感染に負けずこの新時代を生き抜いていきましょうといただきました。かマサル君すごい、うん、あんな、なんか、深い話になって、ね、ありがとうございますということで。無人島は3密も避けられるでしょうしね。確かに。そうです、今、無人島どころか、海貸し切りような、貸し切りのような状況で、すごい気持ちいいですもんね。贅沢ですね。で、他にもメッセージいただいてて、はい、先週この番組にご出演くださいました。先週ラジチューブでお世話になりました、前田照正さんです。はい、おはようございます、水素、うん、林田さん、聞いてますよ。YouTube 楽しみにしています。と、いただきました。ありがとうございます。ねえ、みんな長崎 YouTuber の、ね、YouTuber 界のつながりということですね。そうですね、はい。いやー、いいですね。このみんなでやっていこうっていう感じが素晴らしいなと思って、うん、僕も参加させていただいたんですけど、はい。私利私欲というよりも、ええ、地元を盛り上げていこうぜとか、みんなでやっていこうぜっていう、すごい熱い人たちが多いんで、まあ、会長の大吾さんもそうなんですけど、はい、話すと、そういうのがみんな伝わりますもんね。へー、今度皆さんでまた落ち着いたら集まろうみたいな話は出てるんですか？なんかちょこちょこ出てるみたいですね。うん、バーベキューやりたいねっていう話もやってましたけどね。コロナウイルス終わったら。本当ですね。言われてましたね。はい、この新型コロナウイルスの影響が落ち着いた暁にはみんなでアウトドアでバーベキューっていうのもいいですね。いいですね。本当そういうのを望みますね。そういうふうにやっていくの、はい、そこに私たちもね参加してみたいですね。いいですか。ぜひその時は参加してください。その様子もね YouTube でまた配信されたりとかしそうで、いろいろ楽しそうですね。では林田さん、リンさんから、はいはいはい、一言お願いします。そうですね、何を話すの、一言。そうですね、僕ユーチューバーになって思ったのは、はい、世界はすごく美しいということを感じてます。人のつながりも景色も、なんだろう、日常の生活も全てが美しいな、切り口によってそれに気づいたり共感できたり、なんだろう、なんか楽しめる人がどんどん増えていて輪が広がればなと思ってやっていきたいと思ってます。はい、わかりました。林田聡さんの YouTube はリンチャンネルでチャンネル登録をお願いします。今日の様子は NBC 長崎放送の公式 YouTube チャンネルにも掲載されます。チェックしてください。はい、この後無人島で何をされるんですか？まずサンドイッチ食べますね。そうですよね。すいません、待たせてました、ね。まもなく終わりますので、もうたっぷり召し上がってください。はい。はい、すみません、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは失礼します。この時間は、キシフルラジチューブでした。